次のコーナーですけれども、はい、お時間ある方はぜひお付き合いいただきたいと思います。ゲストもおりますのでね、はい、嬉しい、今日のイーグルスはどうなるの？わしわしイーグルスということで、ファン目線でイーグルスにとってポジティブな情報を紐解いていくこのコーナーなんでございますが、今日はゲストがおります、はいはい、今日この後ラジオで解説を予定されております。元イーグルス首位打者テッペはいはいはい、こんにちは、どうも漫才師のようなすいません、僕らすいません、はい、司会者のような登場の仕方ですけどもね、今日テッサン、ラジオで、はい、この後試合解説させていただきます。はい、いやこの交流戦の戦いっぷりいかがですか？めちゃくちゃいいですね。関西できたのがいいじゃないですか。そうですね、まずはね、一安心ですよね。打線っていうのもちょっとね、打順の組み替えだったりもあったりして、ちょっと活性化してるかなと思うんですけどもね。ピッチャーがいいですよね。でもね、投手がいい、ピッチャーがいい、ゲーム作ってる。はい、はい、さあ、じゃあ今日はわしわしイーグルス、ちょっとね、ピッチャーのお話を皆さんにお伝えしていきたいと思いますが、はい、予告先発、今日イーグルスは藤井聖選手、そしてジャイアンツは井上温人選手ということで、井上選手とはオープン戦で1回当たってるんですね、イーグルスの、はい、その時出塁したのは、はい、田中和樹がヒット、島内がデッドボール、という以上です。以上です。ちょっとね、それだけ点は取れておりません、ね、あまりポジティブな情報ではなかったけども、1イニングだけ、あの中継ぎで3イニング投げてます。3イニングで1ヒット1デッドボール、でその井上選手ね、ちょっと普段パリング見てる方はどんな投手か知らないと思いますので、ちょっと紹介させていただきたいと思いますけども、まず今シーズンの結果、井上選手の記録こんな感じ、はい、11試合投げまして2勝3敗、うん、はい、中継ぎが多いんです、うん、前回登板が11試合の中に中継ぎも ほとんど中継ぎ、はい、で投手としては150オーバーのサウスポーで決め球2種類のスライダー。てっぺいさん、この150オーバーの左投手っていうのが増えてきましたね。増えてきましたね。バイユーグスにもね、いますけど、はい、ね、あんなイメージでいいですか、ね、昔、菊池雄星しかいなかったような気がするんですけど、まあ、そうですね、左ピッチャーってね、技巧派なイメージありましたけど、はい、今は、まあ、早いですよね。ソラ選手とか、まあ、早川選手も150オーバーですね、イーグルスの先発の藤井選手なんかも、はい、どちらかというと技巧派じゃないですか。そうですね、150オーバーないんですけどもね、でこの井上選手、ちょっと特徴がありまして、はいはい、前回の試合のデータをご覧いただきましょう。どうぞ。前回ホークス戦、中継ぎで4イニングを投げて無失点勝利、超ロングリリーフいいじゃないですか、してるんですよ。すごい、いいですよね。しかもあのホークス、そう、打線の強強ホークスですよ、はい、先発ピッチャーが崩れちゃったんで途中から4イニング投げてたんですけども、はいはい、なんと逆転してるんですね。あ、この試合ですか、はい、5点のビハインドをジャイアンツ打線が逆転しております。その前もマリーンズ戦、先発で3失点、井上選手したんですけども、こちらも大量得点でジャイアンツが逆転勝利ということで、逆転を呼ぶ男なんですよ。なるほど、勝ち運が強いんですかね、はい、で、まあまりバッターは注目したことないかもしれないんですけど、うん、援護率ってあるじゃないですか、はいはい、ピッチャーの、はい、井上選手の打線の援護率をご覧いただきましょう、うん、どうぞ。すごいんですか、めっちゃすごいじゃないですか、交流戦援護率すごい、10点超えてるんですね。井上選手が投げてると、はい、10点取ってくれる、単純に考えると9イニング井上選手が投げた場合、はい、チームは必ず10点取るっていうこれが援護率の計算も、やばいやばい、交流戦に関してはぶっちぎりで1位でした。とんでもない記録じゃないですか。なので今日は投手がきちんとジャイアンツ打線を抑えないと、どうしようならんのです。ならんのです。この10点の方たちを抑えないといけないんですけども、ジャイアンツ打線怖いな。すごい。じゃあ藤井選手のお話してまいりたいと思います。はい、はい、藤井選手前回登板こちら、はい、ナイスピッチ、いや素晴らしい。6月6日タイガース戦、7回途中被安打3、失点1、めちゃくちゃ良かったですよね。あんまり長いイニング投げてる印象がなかったんですけど、はいはいはい、この試合で唯一6回オーバーということで、うん、そう、未知の領域まで行ったんですよね。ですね、今まで5回までだったんですけど、はい、初めて7回途中、はい、違う、8回途中、8回途中です、7回3分の1ぐらいまで行ったんですね、そうですね、はい、なので、未知の領域、球数も多かったですし、はい、多かったって言っても100球ちょっとぐらいで、とはいえでも一番投げてた、ね、ナイスピッチングだったんですよ。で、この勝利に対して今江監督のコメントがこちら、
何がいいのか僕もまだわからない不思議な選手です。監督、これ褒め言葉、褒め言葉ですよ、はい、褒め言葉、つかみどころがないのが長所で、のらりくらりといく不思議なタイプ、うん、次回も期待したいと。なるほど、これ確かに。でも哲平さん見ててもそう思いませんか、うん、あのね、正直そうです。藤井選手、ね、あのね、例えばね、さっきの150キロオーバーのまっすぐがあるかというとそうでもないですし、はい、うん、まあ、だからこうインコース、アウトコース、めちゃくちゃコントロールがいいかというと、まあ、うん、ちょっとそうでもないかなというところなんですよね、はい、気づくと抑えてるみたいな感じでしょうか ね、 うね、はい、あんまりそういうピッチャーって珍しい、はい、珍しいじゃ珍しい。バッターからすると一番どうしていいか分かんないはあるかもしれないですね、全部なんとなくね、はい、打てそうな感じがして打ちに行ったらなんかちょっとずらされて、はい、終わってるっていう。これファンの皆さんも多分そういう印象持ってると思うんですよね。なんか勝ってる、なんか負けないって、うん、藤井選手ね、はい、なんだろう、なんかこうふわっとしてますよね。ふわっとしてる、ふわっとしてて優しい感じがするけど、なんかピッチャーの方って結構ガツガツいくイメージがあるんですけど、 そうね、はい、そんなこともなく、はい、これね、ちょっと通算記録見てもらうと、でもいかにすごいことやってるか分かるんですね、はい、プロ通算4シーズン、はい、こんな記録、はい、試合数少ないんですけど、通算で防御率2点台なんですよ。へー、で大きく勝ち越しております、うん、すごい、はい、この防御率2点台っていうのはどれぐらいすごいかと言いますと、同じドラフト1位同期の早川選手が4シーズンで防御率 3.53、はいはい、早川選手、あの早川で十分すごいです、はい、その他もう哲平さんがもう一緒に戦った俺キレキのピッチャーの防御率を、はいはい、伝説のエース級の防御、はいはいはい、防御率がこちら、はい、あ、すごい、岩隈さんから、あれ、岩隈久志3点台、則本選手も3点台、岸選手3点台、藤井がここに入っております。すごいあの、マークも田中選手が ね、先発ピッチャーでやっぱり一番素晴らしい記録を残してます。岩隈さんも 3.25 ってのはちょっと意外ですね。そうなんですよ、意外。どういう意外ですか。いや、こんなに取られてるイメージがない。あ、そう、実はね、もっともっともっと、はい、もっと抑えてたんです。そうなんです。ちなみにテンペス、え、対戦経験あるんですか。あ、聞きたい対戦経験、対戦経験あります、誰か。則本あります。あ、岸選手あるか。岸はもう、岸、はい、はい、あります、ありますね、はい、あります、はい、田中はない、ないです。田中と岩隈さんはないです。則本選手対戦してるか。あるんですよ、僕とバファローズ時代。あ、そっか、はい、あ、とんでもないキレのいいスライダー投げられて、はいはい、バット折れました。いや、ちょっとバット折られた。あの、折れたバットって、はい、あれ誰か弁償してくれるんですか。いや、弁償ないですよ。自腹、あの、その後、あの、焚き火の中のあれお焚き上げがあるわけです。あ、なるほど、なるほど。お焚き上げ。さあ、これ先発ピッチャーなんですけれども、はい、藤井選手すごいでしょ。すごい、まあ、登板数はもう皆さん、あの、何百試合も投げてる方たちですので、はい、ちょっとあの比べるのは難しいんですけども、うん、もう一人イーグルスにはこれ以上に防御率が高い選手が、はい、このマー君以上、以上にいます。誰、先発を除けばね。誰ですか。先発じゃない。あ、クイズにする。あ、確かに。それか。確かに。ちょっとこれ以上に抑えてる選手がいます、ね、誰だろう。予想つきます、皆さん。え、ま、あ、松井。ピンポーン。さすが、はい、松井裕樹501試合で防御率 2.40、 全投手イーグルス史上最強の防御率ということになっております。501試合投げて、はい、2.4、 防御率とんでもないですね、はい、アメリカにも渡りましたけど、渡りました、頑張ってますね、今ね、やってますね、うん、アドレスで頑張ってくれております、うん、ただこの防御率に並ぶぐらい藤井選手はいい防御率、うん、障害、成績残してますので、はい、この記録をずっと残して ね、 そうですね、あのレジェンドピッチャーになってもらいたいなと思います、ね、はいはい、今日は藤井選手のピッチングに期待していただきたいと思います。楽しみですね、はい、今日の試合も楽しみ。さあ、じゃあ続いてのコーナーは、はい、ここからはみくお姉さんクイズコーナー。みくお姉さん、名前を知ってもらって、顔と名前一致してもらって、何だと思ったの。みくお姉さん、顔と名前覚えない。あ、みくお姉さんです。みくちゃんです、はい、よろしくお願いします。今日のクイズはどんなクイズでしょう。はい、今日のクイズ、あ、そう、あの、皆さんもし答えてもらって正解になったらプレゼントございますので、ぜひぜひ一緒に考えてみてください。はい、今日のクイズはこちら。イーグルスとジャイアンツ、東北出身の選手が多いのはどっち。お、今日
連戦最終日でね、はい、あんまりこうセ・リーグの選手を、これ2択じゃない、これだって2択ですよね。あ、そう、どっちです、どっち2択ですよ、簡単じゃん2択ですよ。じゃあ我々あんまりヒント出さない方がいい。そうか、ね、でも自信ありますかお二人。ジャイアンツの方がちょっと、ジャイアンツってでも意外と多いんですよ。そうですね、意外と多い。じゃあお二人の予想はジャイアンツ。僕はジャイアンツだと思います。かな、ペッペさん。ジャイアンツ、ジャイアンツ。一昨日投げた堀田選手、そうです、岩手出身の ね、 そうですよね。そうです、これはでもファンの皆さんに、そうですね、これ2分の1ですからね、皆さんね、2分の1で、2分の1でプレゼントもらいますよ。ちびっこ優先で聞いていきたいと思います。自信ある人、はい、ちびっこ優先だって。じゃあね、ちょっとね、一番早く、ね、手を挙げてくれていたジャイアンツのファンのちびっこも手を挙げてくれてますけどね。あ、じゃあせっかくだから聞いてみようかな、はい、こんにちは。いいね、いいユニフォームを着てる、ね、じゃあジャイアンツとイーグルス、東北出身の選手が多いのはどっち。ジャイアンツ。ジャイアンツは大正解です。おめでとう。やったー、なんて簡単なんだどっちか言えば当たる、どっちか言えば当たるじゃあプレゼント。2択です。ありがとう。ごめん、イーグルスのジェット風船だけどいい、ね、7階に飛ばしてくれるこれ、ね、お父さんポンプ買ってあげてください。専用ポンプ売ってるのでぜひぜひ使ってください。はい、よろしくお願いしますさあ、ということでどれぐらいいるんでしょう。そうなんですよ、はい、じゃあちょっと一覧を作ってきたので、うん、ご覧ください。一覧こちら、はい、まずイーグルス4人、うん、4人ね、4人、はい、皆さんもね、もうご存知ですね。じゃあジャイアンツ、石井選手、阿部選手、伊藤真央選手、大内選手が新しく入りました。銀次、はい、さんはもう引退したのでここには乗りません。含まれません、はい、じゃあ一方ジャイアンツは何人いるかというと、こちら、はい、あ、5人。お、5人、あ、こんなにいますか。そうなんです。あ、西舘選手、はい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 、あの初戦で、ね、中継ぎで出られました、はいはいはい、と昨日先発の堀田選手、はい、あと3名いるんですけど、皆さん東北出身で、で東北の高校も出身だったんですよ。はいはいはい、はい、仙台育英、そう、ね、森山だ、馬場選手、すごい、ちょっと対戦相手といえど東北の選手が活躍するのは嬉しいですよね、はい、いや、まあそれはもちろんそうですよ、嬉しいですよね、もちろんそうです。あと若い選手がほとんどでした、ね、この間だって秋田の試合なんて、はいはい、吉田晃生選手登板した時完全にまたアウェーでしたからね。アウェーでしたね、あれは。もうアウェーでしたから森社長も言ってましたよちょっと怖かったって。あの時だけはイーグルスファンもね、ええ、うわーってなっちゃいますよね。そう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 、まあ岩手の、うん、はい、あ、秋田だ、ごめんなさい、秋田の英雄でございますからね。この岩手出身のお二人は、はい、なんか小学校時代から知り合いだっていう、プロ野球メーカーに書いてありました。馬場選手のプレーでね、はい、うん、ですです。2択問題でした。です。2択問題でした。今日もしかしてるとしたら中継ぎで、はい、西舘選手が出るかもしれないかな、はい、ので皆さんぜひそちらも注目してご覧ください、はい、一緒にまたその時もね、東北の選手なんで応援しましょうね、はいはいはい、さあ、じゃあクイズは以上です。正解したちびっ子の、あ、もういないやおめでとうって言おうとしたけどもう行っちゃった。おめでとうございます。ジェット風船飛ばして楽しんでくれるといいですね、はいはい、さあ、じゃあ先ほどのジェット風船なんですけども、今シーズンからポンプを使ってのジェット風船が復活しましたので、みくお姉さんによりますジェット風船レクチャーをまた今日もお届けいたしましょう。今日はてっぺいさんにやってもらえますか。マイク持ちますね。あ、マイク持ってる。てっぺいさん、前回失敗されてましたよね、はい、引っかかる時があるね。なので気をつけてくださいね。今日こそ成功していただきたい。じゃあ、はい、てっぺいさんに膨らませてもらうので、ね、いろんなコツをみくさん教えてください、はい、じゃあマイク預かります、はい、まずですね、ジェット風船必ずこの専用ポンプで膨らませてください。グッズショップに売っております。で、てっぺいさんみたいに丁寧に70回空気を入れてください。はい、こんな感じです。約70回で満タンに膨らみます、うん、それ以上やるとね、割れちゃいます。結構割れやすいので、はい、早く膨らましたりとか膨らませすぎには注意してください、はい、で、風船とポンプはここの爪でがっちり固定されておりますので、うん、これが意外とね、つけるのがちょっと時間かかったりするので、そうなんです。ラッキーセブンの風船飛ばすちょっと前にはもう準備始めた方がいいよ ね、 そ う、 ね、はい、そうなんです。あの、結構1イニングくらい余裕持ってやった方が安心かな、はい、あと使い方、はめ方とかも商品の裏に書いてありますので、ね、そちらをね、読んでみてください。どうですか、てっぺさん、楽しい、楽しいですか。だいぶ
ぶスローリー楽しいです楽しいそうですよ本当かなであの風船赤と白があるんですが、はい、てっぺいさん膨らましてる赤はラッキーセブンなので、7回表終わったら飛ばします、はい、飛ばします。で白い風船は楽天イーグルスが勝ったらだいぶ入れました、ね、あ70回白い風船はイーグルスが勝ったら飛ばしてください、はい、さあ飛ばし方をみくちゃん、はい、教えてつかさいあのですね、このつまみ両側に2箇所あるんですが、このつまみを同時にカチッとしっかり押してください。押し方が弱かったり片方だけってなるとうまく飛ばないので、必ず両方のつまみをガチッと押してくださいね。はい、お願いします。前回てっぺいが飛ばした時はこのつまみが外れずに空気がただ抜けて終わるっていう、ね、目の前でね、悲しいラッキーセブンをお届けしちゃったんですけども、はい、今日はリベンジで綺麗に飛ばしてくださいね。じゃあ行きましょう。ラッキーセブン羽畑楽天イーグルス。はい、もっと首位出したかじゃあ合図出しますからね。いきましょう。3、2、1、レッツゴー。てっぺゼロ割現在ジェット風船下手すぎ問題が今元首位打者の男に露呈しました。両側押し、あ、片方しか外れてない。難しくない今ね、何が起こったかというと、片方しかつまみが外れていなかったために手元でしぼんでしまいました、はい、こうなるとそうなります。そうですね、ただただ目の前で風船がしぼむというね、悲しい光景をご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。ただね、もう一回膨らませられるので、こうなったら、うん、遅れてでもいいので飛ばしてください試合の妨げにならなければ OK です。はい、いけるのか、いけるのか。じゃあこのステージ終わるまでにもう一回やっといて、で膨らましたらもう、はい、自分のタイミングで飛ばしてください。 OK、はい、つまみ、今見た通り難しいのもそうなんですけど、はい、お子様とかちょっと力が弱いと大変かもしれないので、はい、大人の方がね手伝ってあげてください。ご協力よろしくお願いいたします大人の方でも難しいんですけども、大人でも失敗するからねはい、さあということで、この後午後6時試合スタート、はい、読売ジャイアンツとの今日最終戦となりますのでね、はい、3連勝してそうマジックをどんどん消していきましょう、ね、はい、そうですね、いく、やる、あ、来た、できたよ、はい、リベンジ。じゃあもう3、2、1、レッツゴー今手で外してしまった今もうこうやったでしょ今のでもいいので飛ばしてください、はい、あって思ったらこうやれば飛ばせばいいんです。空に飛ばしてください、はいはい、じゃあ今日も、絶対勝つぞイーグルスで締めたいと思いますので、うん、ファンの皆様、てっぺいさんもご参加ください。皆さんも拳を一緒に掲げてくださいね、はい、センターの下の皆さんもぜひ一緒にお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張れマサル絶対勝つぞイーグルスで締めたいと思いますので、テーブル席の皆さんもよかったら参加してください。はい、お願いします。さあじゃあてっぺいさんいきますよ。はいよ、頑張れマサル絶対勝つぞイーグルス。ここまでのお相手は楽天編パーソナリティ柳祐介と、はい、元東北ゴールデンジェルスの西田美久と哲平でした。はい、そしてこの後は DJ プライ DJ アッサリー。じゃあ毎回のめっちゃダサく締めてるんで、ダサいですね、ダサく締めるんで、はい、一緒にダサく、一緒にダサく締めていただきたいと、はいはいはい、いいですか、はい、足の角度とかなるべくダサくダサく、はいはい、じゃあ皆さんこの後はスタンドへ行ってらっしゃいイーグルス。